さあ今日は3対2イーグルスがバファローズ下したんですが、このゲームを振り返りましょう。バファロー先発は中山でした。これは2回、イーグルスの攻撃です。ランナーセカンドに置いてテレーロが1、2塁間を破ります。この打球で中島がホームイン。この間にバッターランナーもセカンドに進んでいます。その後島がうまくセンター方向を弾き返して、この回2点目、テレーロホームイン、中山2点を失います。さあ2回のバファローズ、ノーアウトランナー2塁1塁、相手のミスでチャンスをもらったんですが、バルデリスサードゴロ正面、543と渡る偵察だ。チャンスを生かすことはできません。3回のバファローズです。連打でランナー2人置いて、大引きセンター前タイムリーヒット。この打球で俊太がホームに帰ってきます。1点差2対1、なおもランナー3塁1塁でバッター後藤の打球はセカンド正面、463とボールが渡る間に坂口がホームに帰って、これで2対2の同点に追いつきます。ただバファローズ追い越すことはできませんでした。そうですね、そして5回です。2アウトランナー3塁でチェンジアップ、食らいついていったというフェルナンデスの打球はレフト前タイムリーヒット、これが勝ち越し点3対2。先頭バッターランナーフォアボールを与えて、そのランナー帰ってきました。さあこれは8回です。2アウトランナーなくなって、大引きがツーベースヒット。ここでヒメネスがマウンド降ります。片山がマウンドに上がって、バッターボックスは後藤という場面、一打同点というケースだったんですが、ライトへのフライに倒れます。そうですね、もったいない感じのボールだったですね。はい、さあそして1点差、ラズナーがマウンドに上がった。楽天の守護神先頭バッターイデホのこの打球、セカンドライナー素晴らしい当たりだったんですがアウト。続く高橋慎二はセンターへのフライです。これで2アウト。そして T 岡田のバットに期待かかったんですが、外いっぱい決まって見逃し三振、試合終了。3対2、1点のリードを楽天が守りきっています。